時間が参りましたので、ただいまから前川喜平さん大いに語るを開催させていただきます。それでは前川さんに登場していただきます。拍手を持って。たくさんお集まりいただきましてどうもありがとうございます。今日はですね、大いに語るってんですか、ちょっと大いに語らなきゃいかんでしょうけど、このテーマが教育憲法で、その後にちょっとよくわからない文字が2つあってですね、それから未来希望ということなんで、そのまあ掛け算だか足し算かわからない話ですけど、その話はちょっとまあ後に置いといてですね、教育と憲法と、未来と希望ということで、なんかダメですかそれ。まあ、時間があればちょっとその掛け算足し算の話をしますけれども、ということで、いや本当に多数お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、今日はお天気もいいのでですね、絶好の行楽日和だと思いますよ。私もせっかく徳島まで来たんですから、眉山にでも登りたいんですけどね、これが終わったらすぐ東京帰りますんで、まあやることであって帰ろうと思います。まず、まあ、この教育と憲法の話をしっかりとさせていただこうと思いますけれども、私は、まあ、38年間文部科学省、文部省、文部科学省で仕事をいたしました。ずっと主に教育行政をやっておりました。で、まあ、教育と憲法の関係というのは、ね、いつも念頭に置いて仕事をしておりましてですね、私は自分の仕事は、まあ、憲法に基づいて行わなければならないとずっと思っておりました。まあ、公務員はこれは国家公務員に限らず地方公務員も含めて、憲法に基づいて仕事をしなければいけないわけであります。憲法の第15条の第2項という条文がございまして、すべて国民は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと書いてあります。全体の奉仕者である丸でもよかったはずですけれども、わざわざ憲法が全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないというところまで念を押していってるわけですね。ということは一部の奉仕者になりやすいということです。なっちゃいかんなだよということでですね、全体の奉仕者であるだけでは不十分だということで、一部の奉仕者ではないんだぞと、そこまで念を押して、まあ、書いてくださっていると。ですから、まあ、ともすると一部の奉仕者になってしまう、まあ、そういうケースが最近ちょっと見られるわけですね。あと、まあ、憲法に関しましては憲法99条という条文がありましてですね、これも公務員がちゃんと心得るべき条文です。これは天皇から始まるんです。この条文は天皇、摂政、国務大臣、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと書いてあってですね、まあ、これはその公務員の憲法尊重擁護義務と言います。これは非常に大事なものであってですね、憲法というのは公務員はきちんとそれを守りながら仕事をしなければいけないと。これはまあ立憲主義といわれるものを表しているわけであって、憲法というのは誰が決めた法規範かといえば、これは国民が決めたものであります。国民が決めて国が守ると、これが憲法です。法律は逆です。国が決めて国民が守ると。この法律と憲法とはどっちが先でどっちが後かという、そこが違うわけであってですね、憲法というのは国民の権利、国民の一人一人の尊厳、自由、そういったものを守るために作られたものであって、それを守るのは誰かといえば国だと。この関係はですね、国という権力をいかにそのコントロールするかという意味で、これ立憲主義というわけですね。憲法を作って国をコントロールする、国民が。
で本日ですね、私の著書ではございませんが、あの半藤さんという、若い弁護士さんが書いた檻の中のライオンという本をあの外で売っておりますので、ただあの部数少ないですから早もがちですよあのきっとあっという間に、ね、あの 売れてしまうと思いますけど、まあ、あの書店にもあると思いますから。これは檻の中のライオンという本ですけど、これは立憲主義や憲法の成り立ちを非常に分かりやすく、国家権力をライオン、憲法を檻というふうに、まあ、例えてですね、あの説明した本です。で、まあ、あの私自身はあの国家権力側に昨年の1月までおりましたのでですね檻の中のにいたんですよところがあの去年の1月に檻の中から出てきましてですねこれはまた矢に放たれた虎のようになってるわけですねまあ言いたい放題言ってるということにですね、そのうちまた別の檻に入れられるんじゃないかと思うんですよまあ檻から出るのは非常にあの気持ちがいいものでですね、檻の中は本当に窮屈だったんです。言いたいことも言えないと、まあ、公務員というのは非常にあの基本的人権が制約されてましてですね、表現の自由、政治活動の自由もない、ないことはないんですよ、制限はされてる。それから労働基本権も非常に厳しく制約されてる。ストライキなんかしちゃいかんということですし、労働協約締結権もありませんからですね、どんなにあの給与をカットされても文句言えないみたいなね、残業をどんだけ命じられても文句言えないというような、まあ、ひどいもんですよ。まあ、それでも文部科学省に入りたいってやつがいるからもありがたいんですけど、私も息子があの公務員になってますけど、公務員になるって時によした方がいいぞと言ったんですよね。まあ、あの本人今どう思ったか知りませんけど、まあ、あの私の息子はあの文部科学省ではなくて厚生労働省に入ったんですけど、あのそこで唯一良かったことはですね、嫁さん見つけたことですこれはもう大成功だったと思います。まあ、それ以外は知りません。で全然話がどうも本題に入っていかないんですけども、まあその国家権力と憲法の関係、これはあの檻とライオンの関係だと、これ非常に分かりやすいことでですね、で例えば2014年の閣議決定で集団的自衛権を認めるということを政府が決めました。その政府が自身が憲法の解釈を変えて、それまで個別的自衛権しか認めないと、そこまでが限度だと言われていた憲法の解釈を変える、集団的自衛権ももう認められるんだと、憲法を変えてしまう、憲法の中身を変えてしまうと。これはですね、この檻の中のライオンに例えるとですね、檻が勝手に、ライオンが勝手に檻から出てきていると、檻を破って出てきている状態だと。集団的自衛権というのは檻の外にあるはずだったのに、だから檻の中にいる檻の中のライオンには手が届かないはずだったんですね。それを無理やりこの檻を破って手を出してしまったと、そういうことであるということですね。それからこの檻の中のライオンの中に、分かりやすく書いてあるもう一つの話としては、緊急事態条項というものが今提案されてますが、これはどういう危険性があるかというとですね、この檻の中のライオンに中から開けられる鍵をやるようなものだと。この緊急事態条項という鍵をもらって、はいっつってですね、これ緊急事態ですと言って中から鍵を開けて檻が出てくると、そういう状態、これがそういう可能性があるんだということでですね、まあ、非常にこの檻の中のライオンという話は、この立憲主義とか憲法の意味とかですね、国家権力の怖さとか、そういうものがよく分かりやすいものですので、著者の半藤さんに成り代わってですね、ご説明しておきたいと思います。半藤さんというのは別に半藤的な人ではないんです。進歩的な人です。私もこんな字知らなかったです。木偏、木っていう字にですね、木偏に泉って書くんです。それで半藤って言うんですね。どこのご出身か知りませんけども。さてと、で、まあ、まあ、憲法というのは何のためにあるかというと、一人一人の国民が幸せに生きるためにあるんだということなんです。で、国家権力は必要なものではありますけれど、それが暴走しないようにする、自分国家権力が国民一人一人の幸せのために働いてくれるように、まあ言ってみればそのライオンを調教すると。で、そうして、国民のために働いてもらうと。
そのために憲法があるということなんですが、この憲法が一番大事にしている価値というのは何かといえば、これは個人の尊厳というものであります。一人一人の人間が一人一人の人格を持った人間としてですね、一人一人がこう自分が生きたいように生き、自分が考えたいように考え、自分が行動したいように行動してですね、この生活する、その一人一人の命や生活というものが、あるいはその一人一人の幸せというものが一番大事であって、それ以上に大事なものというのはこの世の中に存在しないと、そういう考え方でできているわけであってですね、それを個人の尊厳というわけであります。で、一人一人の命や生活や幸せが大事という、この個人の尊厳という一番大事な価値をこのみんなで共通の価値として認めた上で、その上でこの社会を作っていきましょうと、お互いに助け合って作っていきましょうと、そういう考え方で憲法はできております。で、その、まあ、憲法、その憲法のその価値というものを実現するためにはですね、一人一人の国民がやはり学ばなければならないと。これは全く学ばないと人間は人間になれませんし、市民としてこの社会を作っていくこともできないわけで、学習するということは人間にとっては不可欠なものであります。アフリカのサバンナに行くと、まあ、例えばシマウマが群れをなして暮らしていて、一種の動物の社会を作っていてですね、まあ、外敵が来るのを察知して仲間に知らせて逃げるとかですね、まあ、そういう自然にこう作られたその社会性というものがありますけれど、これはシマウマはどっか学校行って勉強してるわけじゃありません。シマウマはもともとその DNA に組み込まれた本能に従って、生まれ落ちてからその自然に大人になっていくわけでありますけれども、人間は学ばなければ人間にならないわけであります。昔ひょっこりひょうたん島っていうのがあってですね、昔のその人形劇ありましたよね、NHK でやってた。私も小学生の頃はひょっこりひょうたん島っていうのを、まあ、夕食の時間に見てたような覚えがありますけど、あの中にですね、勉強の歌ってのがあるんです。勉強なさい、勉強なさい、大人は子供に命令するよ、勉強なさい、偉くなるために、お金持ちになるために、そんなの聞きが来たって言うんですよね。これはテケっていう料理が大好きで勉強は嫌いだっていうこの子供が歌う歌なんです。そうしたらそこでサンデー先生っていう先生が出てきてですね、そのテケをたしなめながらこう歌うわけです。家よい大人になるためよ、男らしい男、女らしい女、人間らしい人間、そうよ人間になるために、さあ勉強なさいって言うんですね。で、まあ、このちょっと男らしい男、女らしい男っていうところはですね、ちょっと時代の背景を割り引いて、そのこのステレオタイプなジェンダー意識というものはですね、ちょっとこれはちょっと割り引かなきゃいけないんです。別に男らしい男でなきゃいかんということではないです。女らしい女でなきゃいかんってことでもないし、今のこの LGBT っていうものが市民権を得る、やっとその認知されてくる時代になったんでですね、ここのところはちょっと、まあ、時代の背景を考えて元の通りを倒せていただきましたけれども、現代ではこれはこういう表現は使わないと、使うべきではないと、まあ、今でも使ってますけどね。まあ、ついでながらこの半藤さんが書いた「檻の中のライオン」っていう本と本はですね、私日刊現代という新聞にゴールデンウィーク特集号にですね、紹介しました。でもう一つ紹介した本がですね、恋の相手は女の子っていう女性が書いた本なんですけど、これは同性愛の女性、新郎のいない結婚式っていうのをやった人です。で、この2つの本を
刊現代という新聞で、紹介しましたけども、まあ、この日刊現代というのは最初の5ページぐらいは読んだらいいと思いますけど、そこからあとは読まない方がいいと思います。それでですね、何の話だったかな、まあ、だからなんで歌を歌ったかっていうと、人間らしい人間になるために勉強が必要だということを言いたかっただけです。まあ、これは井上久志っていう人が脚本書いてたんですよね、このひょっこりひょうたん島っていうのは。で、まあ、その人間らしい人間になるためには勉強が必要、学習が必要っていう、学ぶことが必要で、この学ぶことによってその個人の尊厳が、自分自身で自分の尊厳を守ることができるし、人の尊厳を尊重することもできる、そういう人間らしい人間になっていくっていうことであります。まあ、そういう意味で憲法が最も重んじる個人の尊厳という価値、これをこうきちんと自分の中に身につけていくためには、やはり学習が必要でですね、学ばないで放っておくと、やっぱり動物のようになってしまうということであります。で、まあ、そのためにこの憲法の価値を、実現するための教育というものが考えられなければいけないわけでありますけれども、これは教育基本法の中にも書いてございます。教育基本法は1947年昭和22年にもともと制定された法律ですけれども、第一次安倍内閣の下で2006年、平成18年に改正されました。で、ただまあ改正後のこの現行の教育基本法にもですね、個人の尊厳を重んじっていう言葉はちゃんと書いてあります。それから日本国憲法の精神にのっとりという言葉も書いてあります。それから教育の目的として人格の完成を目指すと、こういう言葉も書いてあります。ですから一人一人の個人の人格の完成、一人一人のこの人間性をできるだけ豊かにしていくということですね、人間らしい人間になっていくということ、これが大事なんだぞと。で、それが個人の尊厳を重んじるこの日本国憲法の精神にのっとる教育なんだと、この考え方は今の教育基本法の中にも生きております。ただですね、その憲法と教育基本法の教育との関係ということを考えると、その1947年昭和22年のオリジナルの最初の教育基本法の方がしっかりと書いてありました。で、この1947年昭和22年の教育基本法の前文、前の文の一番最初の部分のパラグラフですね、そこに何て書いてあったかというとですね、我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は根本において教育の力に待つべきものであると、こう書いてあったんですね。非常になんて言いますか、その決意に満ちた文章ですね。我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を、文化的というのは非軍事的という意味も含んでますから、戦争しない国という意味を含んでいるわけです。民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に、つまり自分たち日本人だけが良ければいいんじゃないんだと、世界の平和と人類の福祉に貢献すると、そういう決意を示したんだと。でその理想の実現は根本において教育の力に待つべきものであると、この教育をそういう方向に持っていかなきゃいけないんだと、そのためにこの法律を作るんだっていう、こういう非常にこう決意に満ちた文章、これがもともとの教育基本法の前文の最初の段落でございます。私はやっぱりこの文章は残しておきたかったなと思ってるんですけども、まあ、残念ながら2006年平成18年の改正で、この文章はなくなってしまいました。しかし教育と憲法の関係はこの文章、このもともとの前文が非常にはっきりと表していたわけでありまして、教育の理想を実現するのは憲法の理想を実現するのは教育なんだということですね。まあ、憲法の最も大事な価値が個人の尊厳だと申しましたけれども、その個人の尊厳という根本的な価値の上に3つの原則がこの憲法には立てられております。1つは国民主権、もう1つは基本的人権の尊重、3つ目は平和主義で、この国民主権というのは
主権者が国民だということですけれども、この国の在り方を決めていくのは国民なんだと、国民以外にこの国の在り方を決める権力はないんだと、憲法を作るのも変えるのも国民だと、こういう考え方ですけれども、これがその、教育で扱うときにはどういう話になってくるかというと、教育基本法のですね、第1条に、平和で民主的な国家及び社会の形成者としての国民の育成と、これが法律の教育基本法のでいう教育の目的として書き表されております。平和で民主的な国家及び社会の形成者、形成者というのは社会を作り上げる人という意味ですね。社会の単なる一員ということではないんです。この社会を作っていく人なんだと、それが民主主義です。自分たちで作るんですから、この社会は社会や国家というのは先にあるんじゃなくてですね、自分たちでこの社会や国家を作っていくと、この社会や国家を作っていく作り手という意味での形成者ですね。その形成者、社会や国家を作っていく人たちを作るんだと、育てるんだと、そういうことがこの教育の目的として、打ち出されているわけです。これは教育基本法の改正前も改正後も同じです。平和で民主的な国家及び社会の形成者としての国民の育成、これはもう国民主権の担い手を育てるんですよということをはっきり言っているわけです。じゃあその国民主権の担い手、つまり民主主義の担い手である国民市民といったものをどうやって育てるんだろう。それはやっぱり自主的精神があってですね、自ら学び自ら考えるっていう、そういう国民でなければならないわけで、まあ現代社会でこの社会をその形成していく作り手になるためにはですね、相当たくさんのことを勉強しないといけないんですよ。本当に、まあ、新聞読んでですね、例えば毎日新聞の一面読んでみたときに知らないことはたくさんあるでしょう。例えば TPP なんだとかですね、集団的自衛権ってなんだとかですね、まあこの実は国政の上で重大な問題、重要な問題がたくさんあるんだけれども、それをどう考えるべきか、国民一人一人がどう考えるべきか、これは一人一人の国民がよほどですね、真面目にいつも勉強していないとですね、国政が、国の政治が誤った方向に行く危険性があります。ぼーっとしてると危ないですよ。皆さんはここへ来て、なんかね、私がなんかまあ半分の人はこうためになる話を聞こうとして来てるわけ、半分はなんか面白いこと言うだろうと思って来てるんじゃないか。まあどっちでもいいんですけども、しかし学ぶっていうことはやっぱり主権者として必要なことです。これはまさに生涯学習の必要性はそこにもあるわけであってですね、常に学び続けなければこの社会が直面する問題は次々に起こってきますから、例えば地球温暖化についてどう考えるんだと、自然エネルギーでやっていけるのだろうか、しかし原子力発電をそのまま続けていくと核のゴミがですね、どんどんと増えていくわけで、これが本当に人類にとっていいことなのかと、あるいは化石燃料を今まで通り使っていいんだろうかと、このエネルギーの問題っていうのはもう地球大の問題であり、しかし一人一人が学ばなければならない問題であることは間違いないですね。まあでもテロだとか国際的な武力紛争だとか、こういった問題も日本には無縁かと思いきや、やっぱりいろいろと関係してくるわけであってですね、そのテロというものを理由に、まあ競合罪と言われるようなものも導入されたわけですけれども、まあ、テロ等準備罪って言ってますけど、ありがとうございます。どうも、何の話でしたっけね。いや、そういうふうに主権者として、国政をきちんと監視していくためには学ばなければならないということを言いたかったんです。つまり国民主権という原理はですね、国民が学ばなければ倒れてしまう、学ばない国民はですね主権を行使できない、
学んでいないとですね、もうあっという間に政府に裏切られますから、騙されますから、学ぶってことがやはりいつも大事だということですね。だから国民主権という原理を実現するためにも学ぶっていうことが大事だということです。で、基本的人権に関してもそうです。基本的人権の尊重というのが憲法のもう一つの柱ですけれども、基本的人権、これは一人一人が生まれながらに持っている権利であって、もう国や憲法ができる前からもともと持ってるんだと、こういう考え方ですね。全憲法的権利とか全国家的権利という言い方がされますけれども、憲法や国家のあるいは国家というものが できる前にから、人間は人間であるだけで生まれながらに持っている、そういうふうに考えられている、それが人権というものであってですね。しかしそれもその人が人であることによって当然に持つ権利だというもののですね、やっぱり学ばないと、その人間らしい人間になるための勉強をしないとですね、自らの 人権を実現することができないです。言論の自由ってものがありますけれども、言うべきことを持っていなければ言論の自由っていうのはまあ絵に描いた餅みたいになってしまうわけですし、それから今いろいろとこうブラック企業で苦しんでいる若者も多いですけれども、労働基本権という人権があるわけですけどね、これはちゃんと学んで自分で主張しないとこの実現できないわけであります。労働基準法だとか労働組合法だとか、この労働者を守るための制度は一応今あります。うかうかすると残業代がもらえない世界になるかもしれませんけども、しかしそのきちんと学ぶことによってですね、残業したんだから残業代払ってくれと、あるいはこの組合活動にこんなふうに干渉するのは不当労働行為だと、こういうことを言えるようにしておかなきゃいけない。これは学ばないと、これは自分の人権は主張できませんからですね。学ぶということが基本的人権を実現することにもなるということですね。それから憲法の3つの原則のうちのもう一つ、これは平和主義ですけれども、平和主義、この平和主義というものを貫くためにも学ぶことが絶対的に必要だと思います。これはこの国民主権で国民が政府を監視するという意味でも必要なんですけれども、この憲法の前文に、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意すると書いてあるわけです。これは主語は日本国民ですよ。日本国民は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意すると。この戦争を起こすのは政府であって、その被害を被るのは国民ですから、きちんと監視をしていないと政府が勝手に戦争をして国民がえらい迷惑を被る、大変な不幸に見舞われるということが起こりうるわけであります。で、この平和を維持していくためにはやはり学ぶことが必要であって、それは一つはですね、歴史に学ぶということが非常に大事だと思います。歴史に学ぶということは、日本も明治時代何度も戦争しているわけですね。それからもう明治の初めから日本列島の外に出ていって植民地化するということを、そういう野心を次々と実現していったわけで、最初の植民地というのは琉球諸君による琉球ですよね。琉球はもともと琉球王国という別の国だったわけですから、これをもう日本の沖縄県だと言ってですね、琉球諸君と言って日本の一部にしてしまったと、そこから始まって、朝鮮半島にはもう明治の初め頃からちょっかい出してますね。高架道事件とかですね。で、ついには清とも争い、ロシアとも争い、朝鮮半島を植民地化すると、その前に日清戦争で台湾も植民地にして、で1931年の満州事変以降、旧満州を傀儡国家にして事実上日本の植民地にすると、こんなことをやってきたわけですけれども、これをこの世界史の中で学ぶ、帝国主義の時代に日本がその列強と同じような帝国主義国家として、勢力を広げようとしたと、そのために繰り返し戦争をしたということですね。こういった戦争の歴史というものがあるわけです。その前にもですね、
ヨーロッパを中心にして、人類っていうのはもうしょっちゅう戦争してるわけですね。まあヨーロッパだけではないですね。アジアだってどこだってやってます。でそういう戦争と平和 の歴史っていうものを学ぶっていうのは、今の平和というものをどう捉えるかという上では非常に大事なことだと思います。憲法の9条、これは戦争放棄と戦力不保持ということを定めておりますけれども、この9条というのがどういう歴史をたどってこういう9条というものができているかと、これやっぱり学ぶということは大事だと思います。もともと戦争の違法化ということを各国の間で議論してきたわけですね。その戦争の違法化、国際法上戦争は違法だということにしようじゃないかと、もう戦争 やめようと、戦争もうこりごりだと、そういう気持ちは少なくとも第一次世界大戦の後でですね、かなり強く起こってきたわけであります。で第一次世界大戦の後、1928年にパリ不戦条約というものが結ばれてますけども、パリでもうこれからはもうお互い戦争するのやめようとというふうに約束した条約ですね、パリ不戦条約、これが国際法上戦争を違法化したと言われているわけです。だけどもうその1928年ですからね、まあ、これで平和が維持されるかと思いきや、もうそれから数年の間にはもう戦争始まっているわけですね。でもうずるずるっとこの戦争の時代に入っていき、日本では満州事変、日中戦争、太平洋戦争と入っていきますし、ドイツではヒトラーが台頭してきてですね、周りの国をこうどんどんと併合していくということをして、でついには第二次世界大戦を引き起こすと。でその反省のもとに国際連合が作られ、国際連合憲章という国際条約が結ばれてですね、この国際連合憲章でさらに平和の、平和のための決意というものが固められて、戦争の違法化はさらに強化されたわけですね。その国際連合憲章の中に単に戦争しないというだけではなくて、武力の行使や武力による威嚇も禁じると。その武力による威嚇を禁じるっていう言葉はまず国際連合憲章に盛り込まれたわけで、その言葉を日本国憲法の9条も持ってきてるわけです。ですから日本国憲法はこの人類が、1945年の時点でたどり着いた戦争の違法化の成果を取り込んだものだということが言えると思います。そうやって戦争違法化がこういうふうに人類の歴史の中でこの勝ち取られてきたんだっていう歴史を学ぶってことはやっぱり大事だと思いますし、それから世界を学ぶってことも大事だと思います。日本に関係ないと一見思うようなことでもやっぱり日本に関わってくる問題がたくさんあると、例えばパレスチナ問題とかですね、パレスチナ問題についてどうしてイスラエルと周辺のアラブの国がああいうふうに対立しているのか、その遠源を知るということは非常に大事だと思うんですね。シオニズム運動でユダヤ人が自らの自分たちの国が欲しいと言って、イスラエルという国を作ったということとか、もともとそこに住んでいたパレスチナ人がそこを追われていったということとかですね、あるいはその第一次世界大戦の時に、オスマントルコを倒すためにアラブ人たちにアラブ人の国がを作ることを約束したイギリスの外交だとかですね、そういうことを勉強しながら、例えばアラビアのロレンスなんていう映画を見るとよくわかるわけですよね。そういうまず平和主義、平和を学ぶためには人類の歴史っていうものを学ぶっていうことは非常に大事だと思っております。それだけではなくてですね、異なる国民、異なる民族同士がですね、お互いをよく知り合うという、こういう意味での学ぶということも非常に大事だと思います。日本にもいます。もう多くの外国人が住んでいます。で、その多くの外国人の人たちと お互いを理解し合うということ、これ非常に大事なことだと思いますし、国境を越えて他の国の人たちとも交流をし、
互いを知り合うということは非常に大事なことで、こういうことが本当の平和の礎になるんだよっていうのはユネスコという国際機関がですね、宣言しているわけです。ユネスコという国際機関、これは国際連合教育科学文化機関といいますが、この国際連合教育科学文化機関の、これはユネスコというんですけども、このユネスコのこの憲章というのがあります。ユネスコを作っている国際条約、このユネスコ憲章のこれまた前文、前の文の最初の言葉、これが非常にいい言葉です。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないと、こういう言葉が書いてあってですね、この人の心の中に平和の砦が必要だと、この他の国の国民のについて理解するという、そういう その理解を通じて平和の砦が築かれていって、もう戦争というのは人殺しですから、他の国の人間を殺すってことですから、他の国の人間とこの日本の国民とがお互いに殺し合うっていうのが戦争ですからですね。もうそんなことをその国境を越えて友達になれば、そんなことできやしないですね。友達を殺すってことは ですからこのお互いに理解し合うということが戦争を防ぐ 最大の方法だと。でそのために教育、科学、文化という人間のこう精神的な活動の分野で国境を越えた交流や協力を行うと、それが本当の意味での平和の砦になる、平和を維持するための条件になっていくということです。それだけではなくて、こうどの国の人も人権が保障され、生活が保障され、生存権が保障され、学ぶ権利が保障され、言論の自由が保障され、そういうその自由や平等や生存というものがですね、きちんと保障されるっていう世の中にしていくってことが大事で、こういう条件があれば平和はおのずから保たれるという考え方を、これ積極的平和っていうんですね。平和というのは単に戦争がない状態ではない、で単に政府間の取り決めで戦争しないと約束している状態が平和っていうのではなくて、このもうおのずから平和になるようにするためには、このまず諸国民の間の交流があって、しかもその誰もが これはですね、憲法に書いてあります。恐怖と欠乏から免れって言葉があるんです。その世界のその全ての国民がですね、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すると、これは日本国憲法の全文に出てくる言葉ですけれども、そのどの国の国民も恐怖もない、欠乏もない、そういう状態になったら、これはもうお互いに平和のうちに生存できるんだということで、平和を維持するためには誰もがですね、安心してそれぞれの土地で暮らせるように、それはどの国の人もって意味ですよ。北朝鮮の人も安心してそこで平和に自由に暮らせるっていう条件ができると、おのずから平和は保たれていくと、こういう考え方を積極的平和っていうわけで、別の人が積極的平和主義っていう言葉を使ってますけど、それは全然違う言葉で、どうもその積極的平和主義って言葉を使ってる人はですね、その軍事均衡が平和を保つって考え方なんですよ。抑止力論です。で相手よりも強いその力を持っていると向こうがかかってこないから平和が保たれるっていう、これがどうもこれが積極的平和主義っていうものを考えた方らしいんですけど、これはお互いにそういうことを考えると、お互い軍拡競争が必ず起こります。で向こうが空母を持ってるからといってこっちも空母を持とうとなると、向こうは2隻持ったと、じゃあこっちも2隻だと、そして向こうが3隻持ったらこっちも3隻だと言ってですね、そうやって再現なくなっちゃう。で先かかってるんだから使おうかって言って戦争を始めるということになるわけですね。でこれは良くない。だから軍拡はやはり本当の意味での平和を維持することにならないし、軍拡の元の考え方、抑止論的な考え方、抑止論という考え方はですね、それだけでは平和を保つための積極的な条件にならないと。やはり私はお互いに学ぶっていうことが大事でですね、民族を超えてお互いの民族の文化も学ぶっていうことが大事になってくると思っているんです。これはユネスコではカルチュラルプルラリズム
文化的多元主義、文化多元主義っていうの言葉でですね、いろんな文化があっていいんだと、この世の中には多様性があるからこそいいんだという、こういう考え方ですね。こういう考え方をみんなが持てるようになるといいんです。宗教についてもこういう考え方が持てれば本当にいいんですけども、なかなかその宗教に関してその多様性をお互いに認め合うっていうところまでいかないですね。でもそういう点では日本人はもともと多元的なんですよね。私昔文化庁で、宗務課長ってのやってました。これは宗教法人担当する課長なんですけど、で宗教年間っていう宗教団体の、現状をこう毎年報告するような白書みたいなものを作ってましたけど、仏教の信者の数と神道の信者の数を足すと1億2億になるんですね。でそこにキリスト教もいろいろあるんですね。全部足していくともう3億人ぐらいですよ。つまりもうなんか日本の人はですね、複数の宗教に属することを厭わないっていうところがあってですね、実に融通無碍というか変幻自在というかいい加減というかですね、そういう意味ではですね、もう世界の中でこれだけ宗教に寛容な国ないと思うんですよ。どんな宗教でももう OK よと。でとだから私はこの世界でもう宗教と宗教が対立して殺し合いもしてるっていう、そういう状況の中でですね、日本人っていうのはかなり積極的役割を果たせるんじゃないかなとずっと思ってるんですよね。だからアラブとユダヤの間に入っていって、どっちもいいじゃないのと、どっちの神様も信じたらいいじゃないのとかって言ってですね、そんな意外なもんじゃないって両方から怒られそうな気がしますけど、しかしそういう宗教的多様性というようなものがこれからの世界に必要になってくるだろうなと思います。でそういう意味では日本人っていうのはいい役割、いいポジションにいるんじゃないかなと、このいい加減さがですねいいんじゃないかなと思うんですよね。これもユネスコの会議で、私ある会議に行った時に、最後の国際会議の最後に宣言文を採択するということがあって、その宣言の起草委員会っていうのがあってですね、どういう文言をどういうふうに盛り込むかっていうことで、この代表国の間で議論するっていうことがあったんです。でその中で一つ非常に問題になった言葉があって、その言葉がレリジャスダイバーシティっていう言葉です。レリジャスダイバーシティっていうのは日本語で言うと宗教的多様性です。だからいろんな宗教があっていいじゃないのと、そういう寛容に、その宗教に対する寛容なこと、心、考え方、こういうものがこれからの世界のですね、国際的な、どの国の教育でも必要ですよねと、このレリジャスダイバーシティってものを重視する教育が必要だというふうに書き込もうとしたらですね、反対だって言った国がいたんです。反対だって言った国で、それは別にイスラエルでもアラブでもないんです。フランスなんです。でフランスの教育というのはですね、非宗教性ということを非常に重視するわけです。教育の中に宗教はいかなる意味でも持ち込んではいけないという考え方なんですね。これはフランス語でライシテっていうんですけども、ライシテっていうのは日本語で言うと世俗性っていう言葉になるんですけども、別の言葉で言えば非宗教性です。で教育はもう完全に非宗教的なものでなければならないっていう非常に強い考え方がフランスの国にはあるんですね。それでこのレジェスダイバーシティ、宗教的多様性っていう言葉結局入れられなかった。フランスの強い反対によってですね。ただフランスはどっちかというと来世って世俗性という宗教にちょっとハマってんじゃないかっていうのがあってですね、世俗的でなければならないっていうちょっとこの堅くなさがあるような気がするんですよね。もうちょっといい加減でいいんじゃないかなと。その辺がそのちょっとそのまあ教育の世俗性、教育と宗教との関係をどう見るかっていうのは非常に難しい部分があります。しかし宗教についてもお互いを知るっていうのは非常に大事なことで、とにかく相手が信じているものをけなしちゃいけないと。
これがですね、ちょっとだからさっき言ったあのフランス人の世俗性っていうのはちょっと行き過ぎてるかなってとこがあってですね、そのイスラム教をちょっと揶揄したりけなしたりバカにしたりするとこがあってですね、それがシャルリー・エブドっていう事件になっちゃったってことがあるんです。でもちろんテロはいけないんですよ。テロはいけないんだけれども、あそこまでバカにしなくてもいいじゃないかという感じはあるんですよね。このイスラム教徒の人たちが大事にしているあの価値をですね、こうものすごくけなすとバカにするっていうようなことが行われたんで、つまりこれは表現の自由と信教の自由との兼ね合いの問題なんですけども、人がものすごく大事に考えているものをこのもう徹底的にコケにしてバカにするという、そういう表現の自由っていうのはどこまで許されるのかっていう、笑い物にするっていうことですね。まあそういう問題を含んでるなっていう、あのシャルリー・エブドの襲撃事件っていうのはそういう問題を含んでると思います。表現の自由とその宗教の多様性とか宗教の、まあ、信教の自由っていうものとどう兼ね合いで考えるかっていう、まあちょっと話がそれましたけど、平和主義を維持していくためにも教育が必要だという意味で、憲法の理想のために教育が必要だという話でございます。でそういう意味では2022年、再来年その次かからですね、高等学校に導入される新しい教科がありまして、歴史総合、地理総合と、それから公共という3つの教科が、この社会科系の教科が大きく変わりましてですね、この3つの教科が必修になるわけです。歴史総合、地理総合、公共と。で今現在どうなっているかというと、高等学校では世界史が必修なんですね。で日本史と地理はどちらか取ればいいということになっているんです。で公共というのはもう今はないですけど、 今の教科で言えば現代社会とか政治経済とかに当たるものですけれども、で世界史必修というのはだいぶ前から批判を浴びてましてですね、日本人なのになんで世界史ばっかり必修にしなきゃいけないんだって言われてたんですが、まあ、文部科学省 の説明としてはですね、いや日本史は小学校と中学校で一生懸命勉強してますから高校は世界史でいいんですと、こういうのが、まあ、説明だったんですけど、しかしまあ中学校レベルの歴史というと高等学校レベルの歴史とはやっぱり違いますからですね、やはり高校でも日本史を勉強した方がいいとは私も思います。しかし日本史だけを勉強するというのはやっぱり、視野の狭い人間になりかねないと。でこの歴史総合という新しい教科は日本史と歴史、日本史と世界史を一緒に学ぶんです。世界史の中で日本史を学ぶという教科です。しかも近現代に焦点を当てるわけです。今までの世界史っていうのは日本以外の国の歴史をですね、遠い昔から勉強してるわけです。メソポタミア文明とかですね、インダス文明とかですね、ギリシャ文明とかですね、神聖ローマ帝国とかですね、なんとの直列は何だったか覚えてないですよねそんなことをこう勉強して、なんか遠い昔の遠い国の話を一生懸命勉強してると、私も大学受験世界史でやったからそういう遠い国の遠い昔の話を一生懸命勉強しましたけど、これはあんま関係ないよなという思いながらですね、しかしまあ一生懸命勉強してました。しかしこの近現代となると遠い国の話でも関係はあります。例えば立憲主義と、今我々が憲法を持って国民が国をコントロールするんだという考え方、これはやっぱり西洋に起源を持っているわけですし、そうするとやっぱりイギリスのマグナカルタあたりからも勉強していいわけですね。名誉革命だとかですね、もちろんフランスの市民革命、1789年のフランス革命とか、これはもう当然勉強すべきものになってくるわけで、先ほどもちょっと申し上げましたように、我々の憲法というのは日本人が作ったというよりも人類の歴史の中で勝ち取られてきたものが日本国憲法として結晶していると、こう考えるべきであって、まあ、そのために憲法の全文でもですね、人類普遍の原理っていう言葉が出てきますね。憲法が謳っている原理、この国民主権、基本的人権、平和主義、これは人類普遍の原理だと。憲法97条もそうです。この憲法が保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であるって書いてあるんで、人類のって書いてあるんですね。つまりこう人類が勝ち取ってきたものがこの1946年の時点で日本国憲法という形で結晶していると、こ
こう見るべきであります。そこにはもちろん日本人の知恵も入ってますよ。自由民権運動以来の民主主義の伝統はあるわけですし、九条だってこれは秀原喜十郎が言い出したって言われてるわけですしね。で、まあ、そういう意味で近現代を世界史と日本史合わせて学ぶっていうのは我々の今の立ち位置をきちんと認識する上で非常に大事なことだと思うので、私はこの主権者教育を行うという意味でも平和教育を行うという意味でもこの歴史総合という教科を きちんと勉強するということは大変いいことだと思ってましてですね、この2022年度からの高等学校の歴史総合という教科にはかなり期待をしているわけです。それから地理総合もそうです。遠い国のことだと思わずにその地球全体を一つの共同体として考えて、この地球をどう持っていくべきかということを考える上ではこの地理総合は ぜひとも必要な教科だと思いますし、で問題はこの公共という教科なんですけど、現代社会とか政治経済のままで良かったんですけど、公共という教科を作れという政治的な要求が非常に強かったものですから、まあ、とりあえず看板変えるかと、まあ文部官僚の方の実は本音からいくとですね、現代社会のままでよかったんです。 でも公共という教科を作れとい こう政治的な強力が強かったので、じゃあ公共という看板に変えますけど中身はまあそう変わらないと。ただその主権者教育を行うということは非常に大事な目的として入ります。で一方で小学校中学校のような道徳という時間がないもんですから高等学校には、でこの公共という教科で道徳教育をしようという、まあ、考え方の人もいるわけですね。高校生に道徳教育、道徳というのはこの人間社会の中で人間関係をどのようにまあそう、まあ、処理していくかと、人間同士がどうやってこうお互いを尊重しながら暮らしやすい社会を作っていくかと、そういう知恵だと思うんですけれども、こうでなきゃいけないっていうルールがあるわけではないわけですよね、法律と違ってですね。それはもうお互いの中でこう理解し合いながらやっていくしかないわけで、でこのある人がこれが正義だと考えることを別の人が同じように正義だと考えるとは限らないです。この人が正しいと思っている、これをこの人が善だと思っている人ことを別の人は善だとは思わないということもありますから、この違いを認めるということは本当は大事なんであってですね、であなたはこれが善だと思うけど私はそうそれが善だとは思わないと、というその違いは認めると、これが善なんだからお前もこれを善だと思えという押し付けをしちゃいけないということだと思うんですよね。まあそういうことを学ぶっていう意味でこの道徳を学ぶんであれば公共という教科を道徳の学習のために使ってもいいとは思いますけどね。やや懸念はあります、この公共という教科に関しましては。まあいずれにしても私が申し上げたかったことは、教育が憲法の理想を実現する非常に重要な役割を負っている、その憲法の理想というのは最も根本にあるのは個人の尊厳であり、その上に国民主権、基本的人権の尊重、平和主義というものが乗っかっていて、これが3つの柱になっているわけですね。その柱を支えていくのも教育だということであります。で一方で憲法が教育を支えるという関係もあるわけであってですね、まあ、これはもう憲法は人々の教育を受ける権利というものを保障しているわけですから、この憲法が保障しているものがちゃんと保障されないとですね、教育が成り立たなくなってくると、人々が誰でも教育が受けられるようにするっていうことが大事だということです。これは憲法の第26条ですね、憲法第26条、教育を受ける権利についての条文ですけれども、憲法第26条第1項は何て書いてあるかと言いますと、すべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するとこう書いてあります。特に大事なのはこの等しくっていうところなんですね。
で本当はですね、これ私は全て国民はと書いてありますけれども、全ての人はと、あるいは全ての個人はとを書いた方がいいと思っていてですね、日本の国内にも国籍、日本国籍を持たない人がたくさん住んでますし、今どんどんと入ってきてます、で日本は、日本政府は正面から移民政策を取っていませんから、移民という形で入ってくるわけではないんですけれども、しかしさまざまな形で日本に定着し、家族を営み、そこで生まれた子どもたちが日本で育ち、日本の学校に入って、日本のまた社会の担い手になっていくわけですから、その子どもたちにも教育を受ける権利は当然なきゃいけないし、外国から来た人たちにもですね、その母国で受けられなかった教育を日本で受けてもらうという、そのための場所が必要になってくるわけであります。そういう意味で私は教育を受ける権利、まあ、人権保障規定は全て私は国民という要件を外した方がいいと思っております。先ほど申し上げたように基本的人権というのは人が人であるがゆえに当然生まれながらに持つ権利という意味ですから、人が人であるということ に国籍はないわけでありますから、ですからその等しくの中には本当は国籍に関わらずという意味が入ってなければいけないと思ってますけれども、しかし主語が全て国民はになっているんですよね、この26条が。ですから私はもし私の思う通りに改正させてくれるんだったら、ここの全て国民はというところはですね、全ての人はに変えた方がいいと思ってるんですよね。在日の人たちにも、在日の人たちの民族性を大事にした教育の権利というものを認めていくっていう、こういうことが私は大事じゃないかと思ってます。でもう一つ、その等しくっていう言葉で大事になってくるのが、これは教育の機会均等と言ってますけれども、教育の機会均等の中でも政府がきちんと考えなければいけないのは経済力による格差ですね。お金のあるうちに生まれる子とお金のないうちに生まれる子で、受ける教育のに格差がある。これ現実にはそうです。これはもう認めざるを得ない現実があります。しかしそのままではいいはずがないんですね。これはもう憲法は等しく教育を受ける権利と言っていて、その等しくの中にはそのお金持ちであっても貧乏であっても子どもたちは同じように教育を受ける権利があるっていう意味を含んでるわけです。でそのことは教育基本法にもっとはっきりと書いてありまして、教育基本法の4条っていう条文がありますけれども、その中には人種性別社会的身分問題といったもので差別されないというだけではなくて、もう一つそこに経済的地位により差別されないという言葉が入っているわけです。この経済的地位により教育上差別されないと、この言葉は非常に大事であってですね、そのために子どもたちに対する経済的な支援が必要になるわけですけれども、これが不十分なんですよね。非常に不十分で、実際に、子どもの貧困と言われる事態があるわけで、相対的貧困の状態にいる子どもが7人に1人いると。で特に母子家庭の場合には半分以上がこの貧困状態になっていると、こういう状況が今現在もあるわけです。でそういう子どもたちは、十分な本も買ってもらえない、塾やお稽古ことも行けない、場合によってはこう十分なお金がないからということで、部活動もできないとかですね、そういうことが起こりますし、それから進学の機会がどうしても制限されてしまうと。特に高等教育ですね、高等教育を受けることが非常に難しい経済的理由でですね。小中学校は授業料はありませんけれども、授業料以外の経費は結構かかるわけです。本当に無償かって言われるわけですね。無償じゃないじゃないかと、いろいろとこう無償のはずなのにいろんなお金がかかると。でそのためには就学援助っていう制度がありますけれども、この就学援助が不十分なんですね。で就学援助に対しては、実は平成16年2004年まではですね、文部科学省が市町村に対する国庫補助制度を持ってたんです。で200億円以上の予算がありました。でところが平成17年2005年以降ですね、それがもうガクンと減ってですね、数億円のこのという額まで桁が2つ縮小されましてですね、ほとんどもう廃止されたに等しい状態になってます。
でこの就学援助に対する補助金というのは本当は絶対必要だったと思うんです。これは三位一体改革という小泉内閣の改革の煽りを受けて廃止になっちゃったんですけれども、ちょっと考えてみていただければ分かるんですが、貧しい住民が多い自治体は貧しいんです。豊かな住民が多い自治体は豊かなんです。住民税収入はどうを考えれば分かることだと思うんですけど、で つまり貧しい人たちのいる自治体ほど就学援助の必要額は大きいわけです。つまり財政がこの貧しいほど就学援助で必要となる額が増えていくわけです。で一方で豊かな自治体はですね、お金持ちの多い自治体の場合は就学援助の対象者少ないですから、つまり豊かな自治体であるほどその就学援助の必要額は減っていくわけです。つまりお金のある自治体ではニーズは小さいと、お金のないところではニーズが大きいっていう、そういうその行政分野なんですよね、この就学援助っていうのは。でそういう分野の財政、この給付制度をですね、市町村任せにしていいかって問題ですね。でも本当はこれは国がきちんと財源保障しなければいけないんです。貧しければ貧しいほどニーズが高くなるという、そういう財政需要があるわけですから、でそれをその国庫補助金を廃止したっていうのは非常に乱暴なことだったなと、私はぜひとも本当は復活させたいとずっと思ってましたけど、いまだに復活はしておりません。この就学援助に対する国庫補助、これは私は絶対元に戻すべきだと思ってます。戻す以上にもっと増やすべきだろうと。同じ時に義務教育費国庫負担金もなくされそうになっちゃったんです。これはもうむちゃくちゃ抵抗しましてですね、もう主給派だとか抵抗勢力だとか衝撃にしがみつく役人だとかってもう散々けなされたんですけども、それでも義務教育費国庫負担金はなくすわけにいかないと。この義務教育の水準が自治体によって高くなったり低くなったりということが起こるわけですから、それはできないと。高くならないですよ。しかし最低ライン、国のスタンダードの部分は きちんと国が財源保障しないとですね、これはできないということで、義務教育費国庫負担金についてはもう小泉内閣に立てついて随分頑張ったんですけど、あの頃は良かったですよ。官邸がやっている官邸主導の改革に真っ向から反対してもですね、人事で報復されなかったですから。私はあの頃ですね、その義務教育費国庫負担金廃止反対だって言ってですね、ある月刊誌に自分の名前で、まだ課長だったんですけど、自分の名前で論文書いたりしてですね、もう真っ向反対したんですよね。だからといって、それでなんかこう嫌がらせを受けるとか左遷されるとかではなかった。その後も順調に出世しちゃったわけです。ですから小泉政権の頃の官邸主導と今の官邸主導はやっぱり質が違うなという感じがするんです。小泉政権の頃は各役所同士が各省同士がですね、もうオープンに議論するってことができましたし、大っぴらにこういろんな意見を言っても、それ自体に何かこうそれがこう抑えられるってことはなかったと思うんです。今は官邸というのは非常に強くなっちゃってですね、官邸官僚と言われる官邸に救ってるというか根拠を置いているですね、その人たちがたくさんいて、官邸と各省との間がよあたかも上位関係みたいになってしまっている。官邸がこうもうなんかその最高 その行政機関で、各省がその歌舞伎館みたいになってしまっていると、そういう状況が今ありましてて、これは非常にこう問題だなと。やはり教育行政については文部科学省は専門性もあるし知識経験があってですね、誰よりも一番知ってるっていう自負もあるわけですよね。ですから教育行政についてはまずは文部科学省に任せてくれと、獣医学をどうするかとかですねそう思うわけですけれども、そこをもういや官邸がこうしようと言ってやってくると、こういう状況があって、実はこれは教育行政に限らないです。これはもう外交についても財政についても全部そうだったんです。つまり官邸主導外交、官邸主導財政っていうのになっている。その外務省にしても財務省にしても他の役所にしてもですね、それぞれのつかさつかさの独立性や専門性というものが相当ないがしろにされているっていう状況が現在はあるような気がするんですよ。
これが非常に問題だと私は思ってますが、ちょっと話がそれたような気がするんです。いやそれ今教育と憲法の話ですからね。でその等しく教育を受ける権利ということを実現するためには財政的な支えっていうものがどうしても必要なわけで、義務教育費の国庫負担金もそうですし、就学援助もそうですし、それから、特にその進学の機会ということではですね、高校生、大学生、専門学校生、こういった義務教育の後の学校に行くための財政的な支援、これが従来、不十分だったわけです。でこれについては、近年だいぶ進んでまいりました。私がこの初等中等教育の制度設計に携わっている間にだいぶ進んだんですけども、まず民主党政権下でですね、高校無償化っていうのが起こりました。公立高校の授業料は全部タダになって、で、私立高校についても一定額の就学支援金が出るという形でですね、特に低所得層に関しては24万円近いお金が毎年出るというところまで来ました。ただですね、この高校無償化というのは授業料はタダになったと、公立の場合はですね。で私学の場合はまだ不十分だったんです。それから公立の場合もですね、もともと最も最貧困層の子どもたちには授業料全額免除という制度はあったんです。ですから授業料全額免除の対象になっていた最貧困層の子どもたちにしてみると、授業料無償というのは全然恩恵がなかったわけです。1円もメリットなかったんです。つまり最も苦しい、最も弱い、最も貧しい子どもたちにとってメリットのない政策だったんですね。格差是正になってなかったんですよ。でそこはじゃあ何が必要だったかというと、授業料以外の部分の、つまり小中学校における就学援助にあたるものが高校生にも必要だったわけで、これがなかったんですね。でこれを給付型奨学金と呼んでましたけれども、本質的に言えばこれは高校版就学援助です。授業料以外に必要となる経費を支援するということなんですけども、でこの高校版高校生のための就学給付型奨学金、これを実現したのは何を隠そう第二次安倍政権ですから。安倍さんもいいことしてるんですよ。安倍政権もいいことしてますよ。悪いことばかりじゃないですよ。安倍政権で、の下で、文部科学大臣が下村さんという下村博文さんで、でその制度を実現した初等中等教育局長は前川喜平って人なんですけども、だからこれは私が自分でやったわけじゃないですよ。安倍政権の方針として、もともとこれは自民党の公約の中に入ってましたから、で高校生のための給付型奨学金を実現するということでですね、これは2014年平成26年度からこの高校生のための給付型奨学金が実現しました。でこれは各県が出しているんですけども、その財源の3分の1は国が出しています。こういう、これはただですね、まだ不十分なんです。第1子と第2子以降で額に差があるんです。でこれはなぜそういうその差をつけたかっていうと、お金が足りなかったからです。財務省がけじってですね、その全部つけてくれなかったので、どうするかっていうんで、もうやむを得ず第1子は少なくて、第2子以降、2人目3人目になるとさらに苦しくなるだろうからっていうことで、2人目からは額を増やすと、2人目から額を増やすっていうよりも1人目は額を減らすって言った方がいいんですけどね、1人目がすごい少ないんですよ。でこれは改善の余地あるとか、改善すべきです。私はこの第1子と第2子以降でこの給付額に差があるっていうのは憲法違反だと思ってます。法の下の平等に反する。この奨学金っていうのは親に出すんじゃないんですから、名義人は子供なんですよ。
だから高校生本人に出すものであってですね、で給付型の奨学金で足りない部分は貸与型の奨学金で賄うしかないわけですから、その貸与その奨学金を借りるのも名義は本人なんですから、で本人が社会に出た後でそれ返すんですから、だとすると最初に生まれた子供はですね、返さなきゃ借金、返さなきゃならない借金が増えるわけですよね。2番目に生まれた子は給付が多いから貸与の方が少なくて済むから、抱える借金も少なくて済むってことになりますから、おかしいでしょこれ。この1番目に生まれたか2番目以降に生まれたかでですね、この高校行くのにもらえるお金が違うと、そうすると後で返す借金の額も変わってくるっていうのは、私はこれは法の下の平等に反すると、私の憲法感覚から言うとですね、これ平等権に反すると思ってるんですよ。だからどっかでその第一子が訴訟を起こしてくれないかなと思ってお兄ちゃんかお姉ちゃんがいてですね、弟か妹がいて、で弟妹の方がたくさんもらってるのおかしいって言ってですね、なんで僕私たちにも同じ額くれないんだと言って訴えると。誰を訴えるのかな、徳島県を訴えるか、まあ県が支給してますから県に対して訴えたりですよ。これは不公平だと、第一子と第二子で差があるっていうのはですね、私はだいぶ抵抗したんですけどね、この第一第二子で差別を設けるのはおかしいんじゃないかと、全体に減らすしかないんじゃないかというふうに考えたんですけど、どうもね、一方でその少子化対策とかって言ってですね、2人目3人目を産みやすくするんだみたいな、そういう産めよ増やせよ政策ってのがあってですね、そういう観点からも第2子以降を手厚くするのはいいんだっていうような考え方。しかしこれはね、そもそも何が間違っているかっていうと、子どもたちの学習権を保障するなっていう考え方、そのためには子どもたちにその給付するなっていう考え方が出なきゃいけないんです。社会が子どもたちの学習を支えるんだと、親じゃないんだと、親じゃなくて社会で支えるんだという、無償化というのはそういう思想ですから、親に対して出すっていう発想があるから第一子と第二子を区別するっていう発想が出てくるんですけど、これはそもそも根本において間違っていると思うんですけど、私が局長の時そうなっちゃったんですけどね。まあそういうことで経済的な支援という意味でこの高校無償化が導入され、さらに高校生のための給付型奨学金も導入されたということで、かなり高等学校については制度が進んできたと思います。ただこの高校生のための給付型奨学金、正確には奨学給付金というんですけども、このまま高校生の奨学給付金制度を導入するにあたって、財源をどうするかという問題があったときに、どこから財源を持ってきたかというと、授業料無償の方に所得制限をかけてしまったわけですね。これは私は今でも間違っていると思ってますよ。これは無償化というのはやっぱり所得に関わりなく子どもたちが無償で学べるっていう考え方なので、この8割の生徒は社会がこの学習権を保障するけれども、2割の生徒は親が保障するんだと、こういうのはおかしいんですよね。全員を社会が支えなければいけないはずであって、その分のお金持ちの部分は別の形で税で取ればいいんであってですね、で実はこの高校生の子供がいる場合の所得控除制度が今でも残ってるわけです。私はこの所得控除制度の方を廃止すべきだと。この所得控除制度を廃止すれば高所得層の税金が増えます。でもそれを原資にして低所得層の その給付型奨学金に充てればいいというのが私の考えだったんですが、これは通らなかったんで、この所得控除制度を見直すっていうのは私は非常に大事なことだろうと思ってます。そこから出てくる財源をいかにして給付に充てるかっていう問題ですけどね。ちょっと時間かな、もう話が全然終わってないんですけども、高校生についてはそこ、今の現状はそこまでで、課題はあります。先ほど申し上げたように授業料無償の所得制限をやっぱり外した方がいいというのが一つ、もう一つはこの給付型奨学金
奨学給付金について全体を増やす必要がある、全体を増やす必要があるけれども、その前に第1子と第2子の区別をなくすと、これが大事だと思ってます。それから大学生専門学校生に関しては、従来は貸与型、つまりローンですね、貸与制の奨学金しかなかったわけですけれども、昨年度から給付型奨学金が導入されました。これ自体はいいことだと思います。これ自体、これもこの第二次安倍政権でできたことですから、いいことです。私が次官の時に始まったんですけども、で、これはいいことです。いいことなんですけども、まだ不十分です。高等教育、つまり大学と専門学校ですけども、大学と専門学校を合わせて今日本の若者の進学率は8割になってるんですね。もう大学と専門学校に進学するのは8割、つまりもう圧倒的多数が高等教育に進学しています。高等教育に行けない子どもは2割ですから、もうマイノリティなんです。でこれはもう、もう高等教育を受けないっていうことは社会で生きていく上では相当デメリットになります。でそういう意味では、意欲がある子どもは経済的理由に関わりなく高等教育が受けられるようにするということは、これは絶対必要な政策だと思います。で特に、児童養護施設の出身者の場合ですと、大学や専門学校に進学できる子どもっていうのは、まあ大体4人に1人ぐらいですね。 25% 前後だと思います。それから生活保護家庭から大学や専門学校に進学できる子どもっていうのは大体3人に1人ぐらい、30-35% 前後だと思います。ですからこれはもう、この子たちは意欲がないから行かないじゃないんですよ。お金がないから行かないんです。でもうその大学や専門学校へ行って学びたいと思ってもお金がないから諦めると。でこういうことがないようにするっていうのが国の仕事であってですね、その部分が不十分だと。つまり憲法が言っている等しく教育を受ける権利を有するっていう、その等しくが実現されていないっていう状態なんですよね。これはもうとにかくどっかから財源持ってきてですね、私もこれもですね、高等教育に関しては特定扶養控除という控除制度がありますから、この特定扶養控除を廃止すれば財源が出てくるんです。特定扶養控除制度というのは所得税 の控除制度ですけれども、一律に63万円分課税所得から差引くっていう制度です。差引くっていうのは19歳から22歳までの扶養親族がいる場合、つまり高等教育を受けている、このことをこの子たちが働いている場合には、これはもう独立した家計となってますから、働いている場合には対象じゃないです。扶養している子どもたちがいる場合で、まあこれはもうほとんどの場合それは学生です。ですからこれは教育費負担軽減のための控除制度なんですけれども、お金持ちに有利な控除制度なんですよね。つまり、まあ所得税を払っている人でなければ受けないです、控除制度ですから。所得最低限、所得税の課税最低限以下の人だったらもともと恩恵はないし、多額 の納税している、つまり税率が高い人ほどその63万円の控除で負けてもらう額が増えるわけですから、つまり年収の例えば2000万3000万ある人であればですね、45% の所得税ですから、63万円のうちの 45% っていうと30万円ぐらい、30万円ぐらい、私じゃないですよねこれ、30万円ぐらい負けてもらってるわけですね。でも課税最低限よりもちょっと上の程度であれば税率は 5% ですから、63万円 の控除といってもそのうちの 5% しか税金負けてもらえないわけですから、3万1500円ですよね。つまり控除という制度はお金持ちに優遇さ、お金持ちが優遇される制度です。ですからその控除をやめてしまって、そこから出てくる財源で、貧困層の子どもたちのための給付型奨学金の財源に充てると、私はこれが一番いいとずっと思っていて、ずっとこれはもう文科省にいる間も財務省にもそれを持ちかけてですね、実現したいと思っていたんですけども、それから、まあ、
自民党の税制調査会の会長のところも行ってですね、宮沢洋一さんっていうんですけど、その人までとか行って、こうしたらいいってたと思うんですけどねと言ったりしたんですけどね、なかなか実現しない、お金持ちが嫌がってんじゃないかって気がするんですけど、もう一つお金持ち優遇の税制あるんですよね。教育資金一括贈与制度っていうんですけども、これは信託銀行の陰謀によって作られた制度です。お金持ちのおじいさんおばあさんが、孫一人当たり30歳までの教育費に充てるという条件のもと1500万円無税で贈与できるという制度です。だから孫が4人いれば6000万円をポン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 とですね、その贈与税なしで、贈与できるわけですから、でそれを30歳までの間に使い切れと、でその使い切らない間ずっと信託銀行が抱えてるわけですよね。これは信託銀行の陰謀なんですよ。信託銀行がこういう制度を作ると、その事務官たちのところにお金が集まってくるというので、作りましょうと言って作ったやつなんですよ。文部科学省なんかもうこんなもん作る人ないとずっと思ってたわけで、これだってもう明らかに金持ち優遇ですよ。つまり孫一人に1500万円ポンポンと生きてる間に贈与したわけですから、6000万円ポンと渡しても十分暮らしていけるっていうお金を持っている高齢者がこれを使ってます。すでにもう1兆円を超えるお金がこの教育資金一括贈与でですね、動いていると、信託銀行が喜んでいると、こういうことです。私はもうこの制度は文部科学省にいる間からもう貧困対策に反する政策だと、もう文科省の中でも大っぴらに言ってましたし、もう早くこんなものはやめるべきだと、そもそも導入すべきではなかったと言っていたんですけど、なかなか一旦できたものはなくならないんですよね。もう時間だな。この憲法26条の、第1項の話をしてましたけど、今度は第2項の話です。第2項は義務教育に関する条件。義務教育というのは、これ憲法26条第2項はどう書いてあるかといいますと、すべて国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とすると書いてあります。で、この憲法は義務っていう言葉がですね、ところどころ出てきますけども、特に先ほど99条はこれは檻の中にいる第4の側の義務ですね。憲法尊重擁護義務っていうのは天皇摂政国務大臣、裁判官その他の公務員だとかな、は憲法尊重し擁護する義務を負うと。これは檻の中のライオン、天皇はライオンって言っちゃ怒られるかもしれないけども、檻の中の方のこの問題なんですよね。私は天皇は非常に遵守しておられると思いますね。天皇陛下はこの平和憲法を本当にしっかりと遵守して、国民統合の象徴としての役割を果たしておられるんじゃないかなと私はお見受けしております。平和を愛する心っていうのは、例えば皇后陛下のある歌があるんですけど、これは非常に心に残る歌なんですけども、今ちょうど植樹祭をやってる頃だと思うんですけど、ある日のおそらく10年ぐらい前のですね、植樹祭の時のお歌でですね、美智子皇后が作られた歌があります。初夏の光の中に苗木植えるこの子供らに戦あらすなって言うんですね。初夏の光の中に、初夏って初夏、初夏の光の中に苗木を植えている子供たち、苗木植えるこの子供らに。確かに植樹祭の時にはボーイスカウトの子供たちが出てきて苗木を植えたりする、そういうイベントがありますけど、
それをまあ美智子さま見ておられたんでしょうね。でその子どもたちを見ていて、子どもたちを戦争に生かしてはいけないと思ったんでしょうね。で、まあ、そのお気持ちが非常に強く表れている。戦荒らすなっていう最後の句が非常にこう強い印象を与える。戦荒らしめてはいけないと、戦争を起こしてはいけないんだっていう、そこまでは非常にのどかな風景なんですよ。初夏の光の中に苗木うるこの子供らにっていうところまではですね、この子供らに飴玉あげようじゃなくてですね戦荒らすななんですよね。まあ話はちょっと飛びましたけど、だから天皇皇后はその99条をちゃんと守ってるなと、その後はどうだろうかと、あと国務大臣裁判官その他の公務員となってるんですけど、で義務規定っていうのはそういう形で、先ほどの立憲主義檻の中のライオンって話からいきますとですね、憲法は国民が作って国に守らせる規範ですから、国の側の人たちにその義務を課すっていうのはこれは当然のことです。だから憲法25条だって2項のところでは、これ生存権ですけども、国がちゃんとその社会福祉に努めろって書いてあるわけですね。で26条の第2項はですね、国の義務って書き方になってないんですよね。第26条の2項は親の義務、保護者の義務っていうふうに書いてあってですね、全て国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務をと。でここは私はもし私が考える通りに憲法改正させていただけるのであればですね変えたいんです。ここは国の義務に書き換えるべきだと。じゃあどう変えるのかっていうと、国は全ての人に無償の普通教育の機会を保障する義務を負うと、こう書くべきであると。無償の普通教育なんですね。義務教育っていうのは本当は義務っていう言葉があるけども、誰の義務かっていうとですね、本当の義務は国が負ってる義務であって、で国民にとっては本来は権利です。これは何の権利かっていうと、無償の普通教育を受ける権利です。だからこの教育を受ける権利の中でも、この根幹になるような普通教育の部分は無償なんだよと、無償の普通教育を受ける権利があるんだと。私はだから義務教育と言葉はもうやめて無償普通教育というふうに言い換えた方がいいんじゃないかと思っているんですけども、で義務教育という生地義務教育という言葉があるがためにですね、なんかこの子供が学校へ行く義務を負っているというふうに間違って解釈されて、そうすると不登校っていうのは義務違反なのか悪いことなのかっていうことになってしまうし、親の義務だと思っている人、これはまあ正しい解釈ではありますけど、それでもですね、子供が学校に行かないってことは親が義務を果たしてないってことになるんじゃないか、なんかいけないことなんじゃないかというふうな誤解を生じさせている。子供は学校行くことは権利なんですから、で学校行く権利を持っている子供が嫌がって行かないってことはあってもしょうがないです。むしろ学校の方がおかしいんであってですね、学校がみんなが安心して行ける学校になっているかっていうところの方がもう問うべきであって、子供の方に責任があるというふうに考えるのは間違いだと思います。でそれでまあ親の方も間違ったこう自責の念みたいなものを持ってしまうと、それは非常に不幸なことであってですね、でそもそも学校でなくても普通教育は成り立つんだっていうこと、これをが大事です。憲法26条2項は学校って言ってないんですね。普通教育と言ってますから、普通教育というのは学校の外になってあり得るわけです。で今いろいろなフリースクールもございますけれども、公設民営というただのこの自治体が設置して運営は民間がやる公設民営のフリースクールというものも増えてきてます。まあ、増えてきてると言ってもまだまだ全然本当に数は少ないですけど、大阪府の池田市っていうところでそういう公設民営フリースクールありますけど、それをモデルにして東京の世田谷区でもですね、順次公設民営フリースクールを作るという動きが出てきてますけど、これはまだまだ非常に少ない動きです。で、時間がないな。この無償普通教育というのが本来憲法で保障されていなければならないわけです。全ての人に。ところがこれが全ての人に保障されていないという現実があってですね。で一つは今の その6歳から15歳までの学齢期の児童生徒で学校に来られない子どもたち、不登校の子どもたち、不登校の子どもたちが学校の外で学ぶっていう機会がちゃんと保障されてないわけですね。
学校に来ればいいじゃないかっていうのでおしまいになってしまっていて、いや学校に来られないっていう、その子どもたちどうするかっていう、そこの手立てが十分できていないです。それから何らかの理由でこの学歴に学校に行けなかった人たちでもう一遍学びたいんだと、もう一遍初めから、まあ途中からでもいいんですけども、義務教育を学びたい、ちゃんと中学校を卒業するところまでの学習がしたいっていう人のための学習の場がないと。これは義務教育未修了者と言いますけど、義務教育未修了者のための学びの場というものができていない。実はあるんですけど、これは全国に31校夜間中学というものがありますけど、これしかない。徳島県にはありません。四国4県に1校もありません、夜間中学は。大阪にはあります。大阪、兵庫、京都、奈良にはありますけど、和歌山県にもないです。広島には2校あるかな。まあ、四国、まず四国でですね、別にそれは徳島でも愛媛でもいいんですけど、まず夜間中学作ってくれと、重要学校じゃないと。まあ今治市は重要学校を作るために37億円の土地を無償で譲渡し、64億円のその市民の税金をですね提供するわけですから、そんだけ金があればですね、夜間中学校何個作れるかと。まずは夜間中学作ってほしいなと思いますね。夜間中学を必要とする人たちは実は本当は潜在的にたくさんいるんですよね。それが見えないんです、社会の中に埋もれていて。今だって学校に全く来ないまま卒業証書だけ回っている子どもはたくさんいるんですよ。全国で不登校というのは中学校ですと1学年に4万人います。でその子たちはみんな卒業証書をもらってはいるんです。しかし学んでいないんです。で卒業証書を持ってますから高校に進学することはできるんですけれども、学力が追いついていかないので結局高校でも中退するということが起こります。だから少し回り道してもいいから、中学校で不登校だったけれどももう一遍、あと1年でも2年でもいいんですね、夜間中学でもう一遍学び直してから、1年遅れでも2年遅れでももう一遍で高校行くと、こういう選択肢もあっていいと思うんですよね。私はこれをこれからずっとお勧めしたいと思ってるんですよ。別に15歳で必ず高校行かなきゃいかんということはないんですね。むしろちゃんと勉強してから行ったらどうですかと。でこれを夜間中学のっていうのは非常にいろんな人がいますから、多様性がある学校です。昼間の中学校っていうのは非常に画一性が高くて、どうしても馴染めないって子どもがいても仕方がない、そういう性格を持ってます。日本の学校っていうのはもう右へ習えとか前へ進めとかですね、もうみんな一緒に行動しなきゃいけないっていう軍隊式の文化が非常に色濃く残ってますから、入場式の運動会の入場行進、あれはもう明らかに兵隊の分裂行進ですよ。もうそのまんまです。全体止まれっていう隊っていうのはあれは兵隊の隊ですから、全隊なんですね。全部の隊が止まれと、つまりあれはもう軍事訓練そのまんま持ち込んでるんですよね。でそういうものに馴染めないっていう人がいても当たり前だと思うんですよね。もう時間だな。ですからその憲法が教育を保障するということになっているんだけれども保障しきれていないと、その保障しきれていない部分はこれからの課題になっているということなんですが、今申し上げたこの不登校の子どもたちのための柔軟な学びの場、例えばその不登校特例校っていうその制度はすでにあるんですけれども、これも不登校特例を使った学校っていうのは非常に少ないです。夜間中学よりも少ないです。夜間中学31校あると申し上げましたけども、不登校特例校っていうのは全国に11校しかない。そのうち公立は4校しかないです。4校のうち2校は京都市、1校は奈良県の大和郡山市、もう1校は東京の八王子市ですけども、これしかないんですよ。これもこの不登校特例校という小学校中学校はこれも四国には1校もありませんから、獣医学部作る前にですね不登校児のための学校作れと、本当にもうそうなんです。そういうことで
まあ、そういう不登校の子どもたちのための柔軟なカリキュラムの学校、不登校の子どもたちでも安心して帰れるようなタイプの学校、そういう学校作れるんですよね。作れるんだから作ってよと、徳島県作ってよと。でこの不登校特例校にしても夜間中学校にしても私は県が作るべきだと思うんです。県の教育委員会に小学校中学校設置するって頭がないんですよね。小学校中学校っていうのは市町村が作るべきものだと思い込んでる。そうじゃないですよと。この不登校特例校だとか夜間中学校だとかというものはもともと広域的に子どもたちが、あるいは、まあ、大人たちも通ってきますから、これは県が作るべきです。徳島県が徳島県教育委員会が作ってくれと、もっと他の話もしなきゃいけないんだけど、まあですね、まあ、あとはですね、ご質問があればご質問を受ける形でお話を申し上げたいと思います。まあ、この辺で教育と憲法の話はしましたね。そこから先まだしてないかもしれませんが、この辺で私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。どうも前川さんありがとうございました。一旦退場いただいて、またちょっと会場設営、はい、ありがとうございます。この後引き続き質疑応答させていただきたいと思いますが、一旦会場設営のために少々お時間を頂戴いたします。